今回レビューする機体は、ホビーキングマイクロ B25 ミッチェルレディリルガンシップです。ホビキン、久々のマイクロ機プロダクトは、どこか造形に強い既視感を感じるもので、クリアパーツの使い方や、細やかなディテールの再現方法は、まるで、フライゾーンが作ったモデルのようです。っていうか、マジでそっくり。左ホビキン、右フライゾーン、機体のスペックから造形まで、全く同じ。ホビキン版は、ガンシップ化された B25J なので、キャノピー最前部には重工が、8連装された機体モデルで、戦闘機としても利用される多目的機です。ちなみに、実機は、アメリカ・ミシガン州のエアーズー航空博物館で、静かな余生を送っています。さて、ホビキン版とフライゾーン版の比較ですが、大きな違いとして、ラダーの有無が挙げられます。フライゾーンが、リンケージを使って、ちゃんとラダーを制御するのに対し、ホビキンは、プロペラの推力差で、要軸変化を作り出す仕組みで、トイラジと同じ。詰まるところ、ラダーサーボが存在しないので、前輪の連動ステアも再現できないため、本来サーボと接続しているはずのリンケージがなく、前輪ステアは完全フリー。わずかながらキャスター角が付けられていますが、滑走には注意が必要かと。というわけで、受信機の素性に合わせ細部の仕様が異なっているものの、モデル自体はフライゾーン製、またはその下請け工場が製造したものだと思いますので、細部のディテールまで素晴らしく飾っておいても映える出来栄えとなっています。カラーリングは米空軍第345爆撃大隊498爆撃隊所属のレディリル仕様。主翼とボディのほとんどは実機のアルミ地に合わせ銀色塗装。機体左側面には幸運の女神としてレディリルが描かれたデカールが貼り付けられており、なかなかの再現度。しかし、ダークグリーン塗料はコストが見合わなかったのか、操縦席前方のボンネットと左垂直尾翼のベース色が本来の深緑色で塗られておらず、少し残念。また、本機は乗組員の配置的な問題から銃撃手がつけない前方側面機銃は省かれているのですが、本モデルではフライゾーンでの金型のままなのか、側面機銃は便器にその顔を覗かせています。とはいえ、全体として9大点以上の作り込みがされており、マイクロ機として秀逸です。スペック、重量は実測で 75.4g、推奨の 350mAh バッテリーを搭載すると 5g 前後、スペックよりも重いです。サーボ動作テスト。サーボはマイクロ機では珍しく、受信機とは独立した誤振線タイプのマイクロサーボで、動作速度、ニュートラルセンターの誤差ともに9大点のサーボ。受信機は機に1つ、主翼の左右モーターカウル内に1つずつ、計3つのサーボを搭載。すべて同じサーボで、動作間に違いはありませんが、エルロンなどはフライゾーンよりも稼働範囲が広く、ロール性能は高そうです。ただ、ニュートラル状態でフラップダウンしたように若干エルロンが降りてるので、強いカンバー型の翼の効果と合わせ、タイム改革時の抵抗による失速に注意が必要なのと、背面時の揚力消失による墜落も気をつけないといけませんね。ジャイロテスト。搭載されるジャイロはエルロンもエレベーターも姿勢変化に対して瞬時に当て打を入れ、緩やかに戻すというロック思考強めの動作で、一見はごく普通のジャイロ。しかしユニークなのは、ラダーの代わりをなす左右モーター制御にも補正が入るので、旧来の RC 飛行機ジャイロと昨今のトイラジジャイロの良いとこ取りしたような感じです。これってEasySkyの仕様ですやん。実際、EasySky、マイクロ P38 用受信機と比べても全く同じ。
そういえば、ホビキンは、マイクロ B17 など、イージースカイ製品を扱ってたことがありますね。でも、B38 や FW190 と違い、B17 は、イージースカイ社の出荷とは違う、特別色でした。ちょうど、イージースカイというブランドが消失した時期に重なるため、ホビキンとのつながりを、勘ぐらずにはいられません。というわけで、この BSM2 互換のジャイロ付き受信機も、この互振線マイクロサーブも、イージースカイ製なので、ホビキン販売ページには記載されていませんが、AUX チャンネルで、ジャイロゲインの調整が可能です。飛行テスト。前輪がフリーなので、まっすぐタキシングできずに、うろつきましたが、なんとか離陸成功、機体の浮きは良く、軽さを感じます。この機体に水晶バッテリーを搭載すると、とても前寄りの重心となってしまうので、ハッチの奥を広げて、バッテリーをなるべく後方に搭載し、重心を適正位置に寄せられるよう工夫しましたが、それでも前より重心、エレベーターはかなりアップトリム、もっとも工場出荷状態からアップトリム設定なので、基本変更しないで OK でしょう。さて、トリム調整も終わったので、飛行テストと参りましょう。まず、ループ。ダイブせずに水平飛行からループができる推力はあります。もう一度、水平飛行からのループ。次はロールを試します。ロールレートは悪くないのですが、背面時に失速したように高度を失います。強いカンバ型の主翼と常時フラップダウンのようなエルロン設定が、ロール中背面に入ったところで揚力を失い、失速のように急降下するのだと推定されます。この翼型とエルロン設定のせいで向かい風に弱く、すぐに規則を失います。でもその代わり低速飛行は得意、失速特性も悪くない感じ。というわけで、この機体反応では背面飛行は望めそうにないので、テストはキャンセル。風も強めなので、着陸を見据えて、失速特性を入念に探ります。素晴らしいなと感じるのは、ジャイロがとても優秀なことで、ロールやピッチだけでなく、揚も大きな揺れを起こしません。翌日、自由フライトを楽しみます。飛び姿がかっこいいので、スケール飛行が楽しいです。
さて、そろそろ着陸。結構強めの横風の中での着陸アプローチだったので、大きくドリフトしながらでしたが、水力サラダーのおかげもあって、意外とイージーでした。